足首冷たいですね。詰まってる感じっていうんですかね、うん、おすごい、うん、押し流されてる何かが。そう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 、本当に何かが押し流されている。そうなんですよ。なんかこう邪魔してる塊があるというか、うん、それを押し流します。押し流されている。はい。そして痛いです。痛いんですよね。どうしてもやっぱこう運ぶ道も狭くなってますので痛いんですよね。足がまた釣りそうになる。釣りそうになる。はい、そうですよね。大丈夫ですか。でもだんだん流れが良くなってますから。そう、だんだん良くなってきた。はい。温めになってきた、普通に。はい。こっちも前よりいいですね、さっきより。まだ痛いですけど、ちょっとビクンってなりましたね。すごい、何かを手で流されていた。はい。うん、今こう柔らかく暖かくなってきましたね。一気に暖かくなってきました。はい、こういうとこう、あ、確かに柔らかくなったっていう、うんうん、だから最初が硬かったっていうのがね、わかりますよね。わかるね。でもこう表面を触る分には硬いっていうのがピンとこないかもですね、あの最初のね、うん、硬さあるんだけれども、さっきよりはもう全然、うんうんうん、だいぶいいですよね。上の方に行くとちょっとまだ痛いですけど、はい、そうですね、あの集めてるんで上の方に行くほど多くなっていくんで通りづらさが強くなるんですよ。ここめっちゃ集まってくるんで膝裏痛いです。はい、でもまあだいぶ、ね、はい、膝裏のところとかこう艶が出るというか透明感とかが右足と比べた時に見てわかると思いますね。はい、じゃあ右もやっていきますね。はい、
みたいですね。左の方が詰まってました、どっちかっていうと、そうですね、わかんないけど、今やった感じは少なくてもそう思います。こっちの方が、まあ、通りが滑らかですですね。私はその痛みの基準で判断してるから、はいはい、いや痛いですけどね、これって痛くなくなることってあるんですか？よくなれば痛くないです。ありますよ、痛かった、痛いっていうのが、もう痛くない、気持ちいいってなられてることありますよ、結構。あ、そうなんですね、もうその1回目の施術で出ることもありますし、結構人によっては最初からずっと全然痛くないって人も。え、なんで？結構でも痛くないわけないけどなって思う人でも痛くないっていう人もいるんで、感知の仕方というか、まあ、その辺、まあ、その好みとかも個人差があるんじゃないですかね。でも本当に結構状態が良くて痛くないんだろうなって人もいらっしゃいます。でもなんか左より右の方が全然平気、はいはい、受けやすいですよね、安心して、はいはいはい、もう安心はしてるんですけど、安心して、はい、より安心してるか、はい、はい、まあ、冷たいのは冷たいんで良くはないですけどね、これの質が多分こっちの方が素直というか動きやすいんだろうなと思います。こじらせてないんですね。そうですね。そうです。いやでもこの冬の目標は痛い。お風呂に浸かることにしようかなって今。ああ。私全然お風呂浸からないんですよ。あ、そうなんですね。シャワーで済ませちゃうんですか。昔からなんですよ。入りたくないんですか。いや。大好きなんですけど、お風呂とか岩盤浴とか温泉とか銭湯とか、だけど家で入るのがなんか全然入らなくて、家のお風呂に、月に1回入ればいい方ですよ。へえ、え、めんどくさいとかですか。なんかもう、普通にお風呂でゆっくりする時間があったらもう、あ、風呂、あ、布団で寝たいってこと、あ、そっか。だから、休みの日とかに、昼間からお風呂自分で止めて入るみたいなことするんですけど、夜、毎日お風呂に使ってとかは全然しないです。うわー、痛い。好きだけど、比べたら布団の方がいいなって思うから。てか、なんか、寝ちゃいたいから、寝ちゃいたいから。早くしたい。あー、そっかそっか。お風呂入っちゃうともうそこで眠くなっちゃうって大変みたいなこと？なんかお風呂、うん、お風呂嫌いなわけではないんですけど、工程としてめんどくさいじゃないですか。お風呂が上がった後とかがめんどく、髪の毛が上がって、まあまあまあ確かにね、スキンケアしてだ、シャワーでもそれは一緒じゃないですか。え、そうだけど、長引くじゃないですか、お風呂に入った分がね、お風呂に入ってる時間が、はい、あ、確かに、まあまあ、なんかだから
嫌いなわけじゃないんですけど、そこに時間を割きたくないっていうか、まあ、帰ってくるのが遅い日とかもあるからかと思うんですけど、私シャワーで済ませる人の気持ちがわからないというか、できない。いつもじゃあお風呂毎日溜めて入ってらっしゃるってことですか？そうですね。まあ、でもだから面倒くさかったらもうお風呂自体をちょっと入る気になるまで伸ばすみたいな。マジでその間寝ません？朝になってますよ。朝入ったりします。あ、寝ちゃった、朝入ろうみたいな。でもそれでも疲るんですか？疲ります。入るときは疲ります。時間が何かあったりとかでも疲れたい。なんかさ、私の友達もそうなんです、うん、友達お風呂に入らない日なくない、お風呂に入らない日って言ったらだけど、浸からない日なくないっていう、お風呂に入るイコール浸かるですね。シャワー、なんだろう、その何か体を洗うなり髪を洗うなりするっていうことがあるってなったらもうお風呂にためて入ります。お風呂に入るイコールシャワーをするなんですよ、私。おー、うわー、そうなんだ。私だって一人暮らしの時でもお風呂溜めて入ってましたよ。だから、まあ、追い焚きがあるから、なんか、そこいちいち変えないで、まあ、追い焚きして入ったりしてましたけど。あ、なんかでも、さっきよりまた気持ちが良くなった。はい。いた気持ちいいくらい、痛気持ちいいくらい、うん、まあ、そうですね。板が全部なしっていうのはちょっとまあなかなかないのかなとは思うけど。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。 See you.